シャス、田中です。今回はまたまたセレリウムストリークといいますか、アトミックストリークですねを取ることができました。前回の SMR で取ったアトミックの翌日のチームデスマッチになってますね。で、装備はですね、 MSMC のロングバレルの FMJ となっております。まあ、なんでこんな装備かっていうと、MSMC の30発のその弾をどういう風に、まあ練習ですよね。30発そういうリロード系とか拡張系なしの弾の使い方の練習をしてたんですね。その練習をしてたら、まあ、まさかのアトミックストリークということで、本当なかなか取れるもんじゃないんですけどね。本当こうポンポン取るようなもんじゃないんですけど、なぜかうまい具合に取れちゃったみたいですね。これはそうですね、見る限りおそらくはスカベンジャーをつけてるってことは、フラジャケ、タフネス、スカベンジャー、タクティカルマスクのもうテンプレの装備ですね。僕のテンプレです。あ、でここ C4 で引きつけた。ポーンと、こういうの便利ですよね。 C4 レーダーというかオービタルでも敵の姿が見えてるとなおさら便利っていう。さばいて、ダメージちょっと入ってたんでしょうね、右から来た人は。スキルと、これスポーンなんでね。キリスト、そしてオビタルが切れる。2人、あともう1人いましたよね。もう1人が来るかもしれないんで警戒してますね。で、味方に任せます。後ろから来たところを叩いて1回目のオビタル。 UAV が出たんで UAV 落とします。落として、でもひたすら走る前にハンターキラー出たんでね、室内逃げて、逃げます。だけどケアパケを拾いに来る敵がいるから、そっちをちょっと優先したい。そっちを倒して、危ないと思ったんですけど、こっち来なかったですね。危なかったですね。ハンターキラーに止められたら涙もんですからね。で、ここでプラチナですね。プラチナとあと5キルですね。で、ここでちょっと EMP グレネード受けたんで、下手に動くとね、もうこの今までのキルが無駄になっちゃうんで、ちょっとここで慎重に籠城戦です。で、ここで僕の今リアフレと一緒にやっていて、リアフレにちょっと助けてくれって言ってたんですけど、来てくれませんでした。でも自分でね、もうこんな感じでレーダーを回すといった感じで、で、ここで M8 拾ってますね。ということで、1キルしてまたハンターキラー出たんで、A の後ろから来た LMG をカリーのダッチにいるんですけどね、本当だったら突っ込みたいところなんですけど、今はね、現状がちょっと危ないんで、ちょっとね、ちょっと、ここで、スキル、あともう少しですね。さあ、ここで。ここで敵がいないのを確認して、じゃあ突っ込むと突っ込んだら撃たれたので、ここでギリギリアトミックストリークを取得って感じですね。 SMG でアトミックは僕は初めてですね。 AR でなら何回か取ったことあるんですけど、 SMG で取ったのはこれが初めてです。で、ここで、はい、もういつものように突っ込んでおりますね。もう雑な立ち回りになってます。雑と言いますか、さっさと殺すようなね、
そんな立ち回りになってます。ここも雑ですね。もう敵を倒すことに集中してますね。いやー、ほんと SMG でね、アトミックが取れるなんて全然思わなかったですね。そういう30キルとかってそう簡単に取れるようなもんじゃないですけど、ね、これ謎 C4 ですね。どこ飛んだのかよくわかんないですけど、ショットガンに追われてしまうと。で、ドブゾンとかいますね。で、ここはやられてしまいます。で、ここでリアフレの方にね、ラスキル飾ったんでね、彼は。で、こんな感じで試合を締めくくりました。戦績はですね、僕は34キル4ですとなっております。いや、こっちまあもういいんですけど、相手のね方もなかなか強い方がいらっしゃったみたいで、おそらく砂漠かなんかだと思うんですけど、そうですね、まあほんとうまいこと立ち回れてよかったのではないでしょうか。ということで、今回はアトミックストリークを SMG で出した回になりました。ご視聴ありがとうございます。